Yes! Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you for watching MZION TV! 司会進行俺が死ぬぞ、バレー！はい、ということで今日は久しぶりの YouTube 動画です！はい、ということで今日は何を撮るかというと、ヘンプザイオン初の野外イベント行われます！詳細はこちらの方に出てます。じゃん。はい、こちらの野外イベントが開催されるんですよ。それにあたってヘンプザイオン、お前らシステムないのに野外ダンスできんのかと思われたそこの YouTube 前のあなた、僕たちには地元東大阪の大先輩エリア1っていうサウンドがロンタイムでサウンドシステムをキープしてるんで、そのエリア1と共にヘンプザイオンの野外イベントをキープしていこうと思うんで、そして今回この動画でみんなに紹介したいのはサウンドシステムの裏の裏側ですね。見てください。じゃあこんな倉庫街にシャッターを開ければサウンドシステムがあるという、そんな映像を皆さんに届けたいと思います。早速いきましょう。レッツゴー。こちらが東大阪のロンタイムでサウンドシステム聴いてるエリア1です。今日はよろしくお願いします。見てください。じゃん、これがエリア1サウンドシステムです。いやこれちょっと見るだけで普通にちょっとテンション上がりますよ。ちなみにエリア1のサウンドシステム自体どれぐらいキープしてはるんですか？15年ぐらい、うん、ちなみにこれのシステムはもうずっとこのシステムなんですか？いや、これが4代目やっとナップのパッドが出たみたいな。ああ、そうですか。へえー、まあ、試行錯誤というか。そう形もだってなんかちょっとこうジャマイカのサウンドシステムとか、うん、いろんなシステム見たことあるんですけど、うん、なんかちょっと違うっすよね、うん、一応フルホーンバスで方式ではなくて、サウンドシステムはジャマイカだけじゃなくて、はい、それこそイギリスとか向こうが熱、はい、いサウンドシステムいっぱいあるし、そっちの影響を受けて、はい、そうヨーロッパ式、どっちかというとダンスホールより、はい、ルーツとかの方が元にこだわるやつって多いから、ね、はい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 、そういうやつらの影響を受けて、すごいな。これなんかこだわりとかあるんですか？あるよ、こだわり。これも何回も書いたもんな、うん、これが一番パリッとなる。ベニスちょっといいでしょ、これが。この手の知ってるやつらはもう絶対知ってる。へえ、ちなみにアンプも、アンプは間違いない、アンパは間違いない、間違いない。日々のアムクロン、アムクロン、マクロテックって言って昔映画館とかに使われてた。へえ。ローはやっぱりこれじゃないと、その深みのある音が出てきてる。やっぱこういうアンプとかもやっぱいろんなもん今まで試してきて、何台回転ぐらい、何台回転ぐらい、はい、これ新品は世の中には存在制限な。あ、そうなんですか。作ってないから。へえ。なかなか古いのを買っては修理してとか、はい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 、まあオークションで出てるやつ落としてとか、はいはいはい、そうやってずっとちょこちょこ仕入れてやったって。へえ。今日ほんまたまたまなんですけど、今こうカメラ撮ってもらってるやつと、うん、今ヘンプザイオンなんですけど、うん、その前にサウンドやってて、うん、ジャックナイフっていうサウンドやったんですけど、現場で出して3回目ぐらいの時に、うん、13峠あるじゃないですか、あそこの野外ダンスの NG 君のベース、はいはいはい、あの時のアーリーやれよって言われて、もう野外でこうやらせてもらって、そうなんですよ。何も分かってなかったんです。トニー・カーティス・ジェクシー・キングの曲とか、うん、ウェイン・ワンダー・ブーっていうのをかけてたりとかしたりとか、下手したらウェイン・ワンダーのところブーって言ってたんちゃうかなぐらいの全然何も知らないんですけど、バイブスだけで、で初めて野外のサウンドシステムでプレイさせてもらったのがこのエリア1のシステムなんです。そうなんですよ。そうなんや、はい、今年ヘンプザイオン10周年なんですよ、うん、自分が主催のダンスでエリア1にちょっとまた協力してもらう、帰ってきましたみたいな、帰ってきましたっていうのでお帰り、はい、ありがとうございます。ただいま。だからなんかちょっとこう、もう僕の中でもほんまこのエリア1のシステムっていうのは、まあ、思い入れのあるサウンドシステムなんで、なん言われたらこっちも真剣やなのかな。いや言わんの真剣やな。システムやけど、システムまだあんねんで、エリア1行きましょう。クラフトマン、クラフトマン、これあれですよね、アクスルーズのハイファイの事務所、すごいですよ。ここね、エリア1のサウンドシステムの倉庫で、その隣がエクスクルーシブハイバイというサウンドシステムの倉庫が2個並んでるっていう、そんな場所が東大阪にあるんですよ。
これ事務所なんですか。これがめちゃくちゃいい。ちょっと天井とか高いからちょっとでめっちゃなんか憧れるっすわ僕こんな。これがちっちゃい空間。え、ちなみにこの辺って音出してもいけるんですか。多分全然 OK。 え、苦情とか来ないんですか。もう来てる。それ振りますよね。今日はね、さっきからちょっと可愛い声聞こえてると思うんですけど、こちらじゃん、ももちゃん。ももちゃん、ももちゃん、おいでー。死ぬかと思った。死ぬかと思った。兄貴の娘ちゃんです。名前なんですか。宮田桃子です。桃子です、イエーイ。そしてももちゃんのお友達のこんちゃん、こんちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまあまあ、よう探しなせたよ、たどり着くから。やば、これ、システムだよ。これだけだ、こんなさえよ。We go to life, we spend the day in the sun. We go to life, we spend the day in the sun. Every hour, no, so, so, no, that day, I go to life, I go to life. We go to life, we spend the day in the sun.これじゃないけど、はい、作ってくれるんで、オーダーメイド、オーダーメイドで、これで鳴らせるから、別にこれ一個持っていったら、はい、どこでも鳴らせる。ちょっとこれ皆さん概要欄にエクスクルーシブハイファイの何載せといたらいいんですか。なんかウェブとかあるんですかね。まあまあなんか多分なんか連絡先とかちょっと載せとくで、もし興味ある方、一家に一台サウンドシステム。すごい。ちょっともう一回ちょっとお願いします。かけてください。やば。やばすぎるやん。立ち上がった太陽を。たどり着くから、はい、ということで皆さんお待たせしました。ついにエリア1のこのサウンドシステム、まだ一山だけなんですけども、ようやくセッティングができたということで、1曲だけエリア1のサウンドシステムから流れるヘンプザイオンのドップレート、最後1曲聴いて皆さんの野外に行きたい欲をかきたてて、4月24日、場所は中島公園、ヘンプザイオン主催の野外イベント始めるんで、場所はこちらの方に、ちょっと、これ出てるかな？こちらの方に。皆さん、ぜひ遊びに来てください。ということで、最後1曲、エリア1、アロングサイドヘンプザイオン。みんなの元に最後、このダブ、聴いてもらいたいと思います。ヘンプザイオンといえば、このダブでしょう。行ってきましょう。わたたたん、わらら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 。This is Kana Campbell, the original Gargan for M Zion Sound. Big up Bob and Yuki for the hard way. Never before. Yes. First time in the dance hall. Josie Wheeler. Pinchas. Yellow Man. Yeah, man. And me, Kana Campbell. Josie Wheeler. Tell it to them. M Zion. M Zion Killer. Sound for the hard way. Real Sound Killer. Man, a real Sound Killer. Yes, M Zion. And we in the area.You are the loser. In a this year dance, you are the loser.